いろんな勉強します。四角がここにいくつあるか数えてみましょう。1、2、3、4、5、6、いきますよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、6個あります。竹本さん、さっきカバンをこうやってやり、サイコロみたいに。そうそうそう。で、これ組み立てるとね、ドレミファソとなって男の子になりました。そして男の子は元気よく言いました。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今度は丸マンです。丸い顔かなと思ったら丸じゃありませんね。こうしてどん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 近づいていって、お傘みたいになりました。変な、ね、そして元気よく言いました。こんにちは。こんにちは。そしてどん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 近づいていって、最後怖いんだよ。一つ目小僧になっていったのです。一つ目小僧って知ってますか？昔はこういう、そうそうそう、こんにちは。ああ、顔が壊れちゃってる。ちょっと待っててね。林先生の顔が壊れちゃった。じゃあ作ってみる。よし、これでいいな。作ってあげる。いい。僕自分でかっこいい林先生にするからね。林先生かっこいいでしょ？それで林先生がね、元気よく。ちょっと変になってる。僕が変？なんか壊れてる。じゃあ、みんな行ってよ。こんにちは。なんで壊れるんだよ、林先生。なんで壊れるの？だから、しっかりくっついてるはずなんだけどさ、ピッタッと。これできたでしょ？なんでいいんじゃない？じゃあ、林先生がやりましょう。こんにちは。おこんな顔して。こんな口して。おー、小野君に似合うね。それじゃあ、こんな口して。それじゃあ今度こんな口して、あー、じゃあ今度目の体操だよ。こんな目して、大きい目だよ。こんな目して、今度はこんな目して、そうそう、おっかない顔だよ。それじゃあ今度こんな目して、この顔素敵だね。じゃあこんな顔でお口をしっかり動かして、これじゃなくて、これじゃなくて、これだ、これ行こう。じゃあ行ってよ。こんにちは。そう、じゃあ言ってよ。林先生が言いました。こんにちは。こんにちは。じゃあ言ってよ。大きな目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 。大きな鼻。大きな鼻。大きな口。大きな口。大きな耳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 。小さい目。小さい目。小さい口。書くときは、大きいと書きます。手出してごらん。3、はい。大きい。で、声を出すの。3、はい。大きい。うまい。もう一回、手出してよ。書くときは、大きい。3、はい。大きい。うまい。読むときは、大きい。小さい。3、はい。小さい。おー、やってないぞ、山田くん。3、はい。小さい。読むときは小さい。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 こんにちは。こんにちは。びっくりしちゃダメよ。大きな顔。大きな顔。大きな目。大きな目。大きな口。大きな子供が来ました。こんにちは。こんにちは。ところが体が小さくなってしまいました。こんにちは。こんにちは。また小さくなってしまいました。こんにちは。こんにちは。ところがこんな大きくなったのです。こんにちは。こんにちは。今度は頭です。こんな小さな頭になってしまいました。こんにちは。こんにちは。こんな小さな頭になってしまいました。こんにちは。こんにちは。でもこんな大きな頭になったのです。こんにちは。こんにちは。ところが体が小さくない、小さく、小さいのでもっと大きくしてあげようと思ったら小さくなって、こんにちは。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 これから魔法の絵を見せてあげよう。嘘、見た、見たの。そう、いやもう今日描き直してきたの、綺麗に。ね。このお花がね、大きくなるから不思議だよ。君たちは幼稚園の幼児なんだから、こういうのを見たら人間が小さくなる。そんなことはないのよ。ピーマンとナスね、今育ててる幼稚園。僕もね、幼稚園でね、ピーマンとピーマン
マンとキュウリと。これピーマンじゃない。ピーマンとキュウリ育てる。キュウリじゃない。僕もキュウリ。お花と。チューリップ。ちょっと待って、そう個人的な話まで今度ゆっくりすればいいって、まあねえ、これから魔法をかけてこの花を大きくするから、みんなは幼稚園の子供で美しい心を持った幼児なんだから、こういうのを見たらわーってびっくりすればいいの、分かった？うん、生意気に。じゃあよ、では皆さん、これからお花を大きくするからね、むにゃ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 、ほら大きくなってない。うるさいなお前、だ幼児なんだろ、驚き方を教えてあげる、手出してからわー、さんはい、そうやってやりなさい、分かったね。じゃあもう一回やるからな、ちゃんと驚いてよ、童心に帰っていいね。お花を大きくしました、わー、よしよし、お花をもっと大きくするか、もっとわーって驚いてよ、大きくしました、ほら、わー、全然心こもってないじゃないの。お花をもっと大きくしますよ、ほら、わー、あー、子供が小さくなった、私のがからかわれてるみたい、いやね、うるさい、もう食べてる、この前と一緒、いや、そうだよ、あれこの前と一緒、嘘、この前と一緒だもん、これ一緒か、うん、この前と一緒、この前見たの、これ、うん、見てない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 、あの魔法のやつこの前と一緒の仕掛けだった。あ、魔法はね、これは違う、魔法は書き直してきたんだから、先生色塗ってきたんだ、これやってないでしょ山田君、うん、あ、びっくりさせんの先生、頭ボケたかと思ったじゃないのね、高い高い、もう一度ツバ飛ばして、高い高い、息をバッと出すの、高い高い、低い低い低い、大きい大きい、口してる、大きい大きい大きい、周りを口して、大きい大きい、そうそう上手、大きい大きい、そうそう小さい小さい、長い長い、読むときは長い長い、ちょっと違うんだな、長い長い、短い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 、お大きいさん、はい、お大きい、小さい小さい、ここには何て字書くんでしょうか、おお、ここは何でしょうか、き、ここはい、ここはち、これはいさい、読めまえ、大丈夫ですね、じゃあここは何て字書くでしょうか、おおきい、読むときは大きい大きい、小さい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 、大きい大きい、気が弱いね、大きい大きい、今日は特別に作ってきましたが、息をたくさん出さないと声がしっかりと聞こえないのです。そこで林先生はこういう装置を作ってきました。これを鼻にくっつけます、か、き、く、け、こ、やってみたい？うん、やってみたい。じゃあ、あこさん、これみんなの腹にくっつけてあげてください。恥ずかしいなんて言うんじゃないね、あんたたち。いいね。童心に帰って。いいって言ってる、僕もくっつけてあげるから、そっち行って、やだいや、嫌じゃないのよ、あんたそんなこと言わないの、童心に帰って、あにゃにゃ、よし、いいから、離れて飲めよ、大野くんも出しなさい、あなた、ね、どう童心に帰っていいですね、飲んでなきゃ、お前出しなさいよ、花を出せ、こまでさよな、もうやばい、これじゃもう楽器崩壊だろ、なんでやらないの、よしよし、やってもいいよ、こういう美しい心なくすんじゃないの、やってごらん、よし、はい、つけてあげる、じゃあ行くぞ、ねね、嫌なんだ、いや、まあやってくれる人だけ行くぞ、はい、楽しんだな、これじゃあいいか、
これをいっぱい飛ばすの。カッ、え、どこなんですか、はい、カッ、全然動かないじゃない。カッ、はい、カッ、カッ、山田君やりなさい、あんた、あれやらないの、そこ3人は。カッ、カッ、キー、キー、松山さん飛ばすよ。キー、キー、これがもっともっと動かですね。キー、キー、弱い弱い、もっと強い。キー、あんた動くじゃない。キー、キー、坂井君と一応あれやらないのツバ飛ばすよ。キー、キー、クー、キー、クー、あー、取るか、よし、そこでいいよ、取って、はい、痛かった、ね、まあね、年長さんぐらいだとやらねえんだよな、本当は年長さん、うん、そう、ちょっと生意気にひねてくる。まあでも6歳ひねてくる。じゃあいいよ、 1からだんだん今度大きい数の話をします。大きい数ってなんだろう。6、1は小さいよ。1、まあまあ待ちなさい。1、いったら1、弱いは1 2 3 4 4 5 6、大きいよ、大丈夫、君たち、6 7 8 9 10 11 12。一番大き、あ、数には順番という約束もあります。一番大きいのは何色ですか、教えてくれました。遅いという言い方が1、2、3。はい、はい、遅い、もっと早く、新幹線みたいに早く行くぞ。1、2、3。はい、まっすぐまっすぐ、山田君曲がってるぞ。1、2、3。はい、象の花みたいだぞ。1、2、3。はい、高橋さん上手だ。1、2、3。はい、大野君もっとまっすぐ、はいって声出しちゃ行くぞ。1、2、3。はい、よし、一番大きいのは何色ですか、教えてください。はい、はい、すみません。1、1番何色、あんたのシャッと一緒だ。2番目に大きいのは何色ですか、教えてください。はい、坂上君、2、オレンジ、オレンジ、これ一番小さいね。一番大きいのはどうですか、教えてください。はい、はい、山田君、1、何色だ、オレンジ、オレンジ。2番目の大きいのは何色ですか。はい、青葉君、何色、ピンポン正解。3番人辺の大きなどうですか、教えてください。竹本さん、ピンク、ピンク、 OK。 一番大きいのは何ですか、教えてください。はい、はい、はい、高橋さん、緑。2番目の大きいのは何ですか。はい、はい、じゃあみんな言ってみろ。2、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 2
これからかけっこをすることにしました。3人しかないよ。みんなよーい、どんで走るよ。位置について。これがね、赤ドラ、青ドラ、黄ドラ、紫ドラ、緑ドラ、よーい、どん、ピューン。一番速いのは誰ですか？黄色。黄色。二番目に速いのは誰ですか？赤。三番目に速いのは誰ですか？紫。四番目に速いのは誰ですか？緑。頑張ったけど一番遅かったのは誰ですか？青。じゃあ言ってよ。一番。言ったら？一番。そこでバンっていう言葉使うのよ。まあいいけどね、先生やってみるところバンと飛ぶから。おうちでこっそりと隠れてやって練習したい人は練習しなさいよ。ちょっと山田君のパンツ書いてなさい。さっきからね、もう死にはかゆそう、あの人。かゆいのか？かゆくない。じゃあ見ててよ。みんな先生のこれ飛ぶかどうか。バン！飛ぶでしょう。バン！できる？みんなもさ。はい。バン！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 いて。1番。1番。3番。3番。4番。4番。うわ、唾が飛んできた。4番。4番。いやだな。4番。4番。5番。5番。うん、はいよ。1番。これ見たね。見たね。見た。これ見たんじゃない？見てない。そう。蝶々かなと思ったらね、蝶々じゃないの。ベベベベベベ、タコ。タコかなと思ったらタコじゃないの。家かなと思ったら家。